妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、イギリスのティア従従戦車、スーパーナコンカラーさんこと、スパコンちゃんだね。うむ。マップはルインベルク、マッチングはティア9と10だね。それじゃあ初動は、トップ従戦車さんだし、西の市街地にでも向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。今日のマッチング、ティア10従戦車さんの数で、ちょっと不利になっちゃってるね。うむ。数的不利な時に攻めるのは大抵いい結果にならないので、初動はこの辺りからゆっくり入るとしようか。了解だよお姉ちゃん。ナイスショット大妹よ。いきなり顔を出してくるあたり、これは敵は前のめりと思って良さそうだね。あう。シャーヨンさんがいきなり突撃しちゃってるね。うむ。でもあれはフォローも何もできそうにないよね。てむー、サイニシルートからアルティメットロマン砲さんか。あわう。あの位置にアルティメットロマン砲さんは、ちょっと嫌だねお姉ちゃん。だね。味方サイドのサイニシルートに誰もいないから察知もできないし、これはここより前には絶対に出たくない展開だね。本当だねお姉ちゃん。ここでじっくり戦うね。うむ。中央通路にいたプロトチフテンさんが、前目のポジションに入ってくれたけど、フォローに動くのは難しそうだね。そうだねお姉ちゃん。出てきた敵を撃つことくらいしかできそうにないよね。だね。でもそれだけでも一定のフォローにはなるとは思うので。ナイスショット大妹よ。む、奥の通路から今度はE5さんか。さらに IS7 さんが登場。この動きはまずそうだね。ふぅ、まさか絶コロムーブを仕掛けてくるとは思わなかったね。こうなるとプロトチフテンさんを助けるのは無理そうだけど、せめて IS7 さんは仕留めたいところだね。あう、プロトチフテンさんは落とされちゃったけど、IS7 さんは下がれていないみたいだね。うむ、一撃圏内まで削れたし、これなら仕留められそうだね。よしよし、ナイス撃破だ味方さんだね。でもまだまだティア10従戦車さんの数で不利なのは変わらないので、当面はここでの防衛の継続だね。了解だよお姉ちゃん。東の戦線は、パッと見は有利そうな感じなのかな。こちらはレオ1さんが落とされちゃってるけど、敵は M63 と STB1 さんが落ちてるので、多分有利だと思いたいね。と、フランス従戦車さんここで進軍するのね。あう、私たちはどうしようお姉ちゃん。む、フランス従戦車さんには悪いけど、私たちはあくまでも防衛だね。了解だよお姉ちゃん。でも今のフランス従戦車さんの突撃で、E5さんを撃破できて、残る敵のティア10従戦車さんは705A3だけだね。む、全体の戦力を見ても、残存車両のティアで味方サイドが勝ってるし、これはなかなかいい感じだね。そしたらそろそろ攻勢に転じてもいいかもだけど、これは 705A3 出てくるかな？ちょっと様子見をしてみるね。む。よしよし、ナイスリタイギリショット大妹よ。このままリタイハメができたら、狙っちゃうねお姉ちゃん。む。よしよし、これで敵のティア10従戦車さんは全滅だね。いいね、お姉ちゃん。しかも多分西寄りの敵戦力は、サイニシルートの T33 だけだもんね。む。これは軽く東を撃ちつつ、浮いてる T33 を取りに向かっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。アルティメットロマン砲さん、こっち側に来てたのね。2発目もこのまま狙っちゃうね。む。ナイス撃破大妹よ。そしたら左の入り口はハルダウンできるし、今度こそ T33 を狙っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。あれ？この T33、なんか様子がおかしいね。む。動いてるので魂抜けちゃってるわけじゃないっぽいけど、これはもしかすると通信障害の類かもだね。あわう。
でも確かに私たちが通信赤丸になっちゃった時も、勝手に一方向に動いてる感じがするもんね。だね。最後の方はこちらに方針を向けてきてたので、通信赤丸から復活してた感じだったけど、私たちが突撃していったタイミングでのあれは、敵ながらちょっと同情したくなっちゃうね。あわう。でも本当だねお姉ちゃん。とはいえここは無慈悲な戦場ということであまり気にせず、お次は敵陣、というかさらにその向こう側、北東への突撃と言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。敵の最終スポット位置も中央よりと、手薄そうだもんね。うむ。それにも死体をする敵がいても、こちらはフルヘルスの私たちとアルティメットロマンホーさんってね。いいね、お姉ちゃん。268さんが戻ってきてたのね。このまま前進しつつ攻撃、距離を詰めることを優先するね。うむ。ナイスショットだ妹よ。と、シャーヨンさんも前線から戻ってきてたのね。でも発見できたのなら、もうあれだよね。だね。逃げ場はないってね。ナイス撃破だ妹よ。そしてこれにて無事に勝利だね。やったね、お姉ちゃん。成績発表。ヨダメ7030、キル数2、アシスト2004、ボーダメ2600。スコアは1309でチーム内トップ。1バッジと共謀者をゲット。大口径はプロトキフテンさんに一発当てちゃったのでなしだね。今日のバトル、マッチングの時点でティア10重戦車さんの数で不利だったので、序盤からがっつり守備モードでの対応って展開になっちゃったけど、なんていうか、敵側に攻めなきゃっていう焦りがあったのか、こちらとしては都合のいい展開になっちゃってたね。本当だねお姉ちゃん。私たちは限りなく火ダメを受けにくい場所で、ハルダウンしつつ打ってるだけだったのに、この活躍だもんね。だね。まとまってのラッシュを受けてたら、戦力差的にもちょっと厳しかったかもだけど、幸いというか、もともとランダム戦では意思疎通が難しいから仕方ないというか、そういう嫌な展開にもならなかったしね。いいね、お姉ちゃん。終始は、フル禁断運用だったけど、修理比例のおかげか、ちょっぴり赤字程度だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。